皆様こんばんは。今日は2020年6月18日木曜日です。今日のテーマは、ジョン・ボルトンさんの本について、あとはピキの病気ですが、コントロールができなくなりました。全国での蔓延になりそうです。まずボルトンさんはですね、以前国連のアメリカ大使でした。その後トランプさんはボルトンさんに自分の国家安全顧問として就任させました。ボルトンさんはですね、イランを攻撃したいです、イランと戦争したいです、トランプさんは戦いたくないっていうことですので、怒って彼をクビにしました。ボルトンさんは怒っています。言いたいことがいっぱいあります。これが、この本を書いて発表しました。本の名前は、あの部屋で全ての起きたことについて、ホワイトハウスの伝記と言います。The Room Where It Happened, A White House Memory。 この本ではたくさんのことが書かれていますが、中国に関係することだけ注目をしました。このチャンネルを見ていただいた、最初から見ていただいた方はですね、ご存知ですが、特にアメリカと中国の貿易協定の時、トランプさんは中国と戦うのか、貿易協定を大事にしてたくさんのものを買ってもらうのか、このことについてはトランプさんは悩みましたと言いました。このことは、以前ですね、すべて推測でしたが、今になってこの本が出されましたということで、あの推測は正しかったです。ワシントンポストは中国に関係する内容を先に公開しました。2つの場面があります。12月1日、トランプさんと習近平は初めて会いました。ブリスのエリスで会いました。これは2018年12月の1日でした。アルゼンチンで会談をしました。本にはこう書かれています。習近平はトランプさんのことは素晴らしいと褒めていました。シュー・ニクマンはメモを出して一枚一枚で話をしました。トランプさんはそれを聞く臨機応変での対応をしました。大事なのは習近平は、私はあなたと次の6年間も付き合っていきたいですと。トランプさんは喜んでいました。言いました。みんなそう言っています。憲法を変えようと。大統領の任期は2回だけっていうのを廃止にすべきだとみんな言っていますと。習近平はアメリカの選挙は大変ですね。私は嫌ですと。トランプさんは賛成でうなずきました。習近平は自分の立場を話をしました。アメリカに今かけられている関税を撤回にお願いをしますと。インターネットでの知的所有権を盗むのはやめると。習近平は新しい関税をかけないようにお願いしますと。ボルトンさんはこのような形でトランプさんに、まあ簡単に習近平が欲しいものをあげると心配していました。トランプさんはもうちょっとしたら OK というところでしたと。トランプさんはそれなら関税を 10% にすると言いました。そして 10% に維持すると言いました。実は習近平と会う前に 25% だと決めていたはずです。ただ条件があります。交換条件として、北京はアメリカの農産物をたくさん購入することです。農業の州での選挙の時、投票をしてもらうためです。もし目標を達成すれば、アメリカの関税は中国に対して全ての関税を減らすと言いました。そしてトランプさんはライトハイザーさんに聞きました。これでいい？漏れはないと。ライトハイザーさんはその話題からずらしました。中国からの提案を否定しました。トランプさんはライトハイザーさんは最終的な協定を作るとボルトンさんは言いました。この話を聞く周りの中国人は笑っていました。嬉しそうな笑顔でした。決定的なのは2019年5月です。中国は貿易協定を
数項目に違反をしました。どれも大事な項目です。私にとっては中国は真面目に貿易商談を見ていない証拠ですと、不真面目ですと言いました。もう一つの場面ですが、大阪にあった G20 でした。6月18日、トランプさんは習近平と電話をしました。あと1週間で G20 の日です。そこで会って話をすると言います。トランプさんは習近平にあなたと会いたいと言いました。トランプさんは言いました。今までの会談で一番嬉しかったのは中国との貿易の協定です。トランプさんにとっては政治的には有利です。6月29日ですね。二人は大阪で会いました。習近平は言いました。アメリカ、中国の関係はとても大事です。一部のアメリカの政治家は中国と冷戦しようと呼びかけをしていますが、これは間違いな判断ですと習近平が言いました。トランプさんはこの話題を変えて大統領選挙にしました。習近平に自分の選挙で勝利となるように言いました。そして習近平に中国の経済の能力をあると評価しました。アメリカの農業の農民の投票が自分にとっては大事だと。そしてアメリカの農産物をたくさん購入するのも大事だと言いました。ボルトンさんが言いましたが、トランプさんは、そういったことがそのまま公開したいんですが、政府の著作権の関係でダメです。その後、トランプさんはですね、先月、貿易談話の破壊したことを言いました。中国に貿易の実行をするように言いました。実行して歴史上最高に興奮させられる協定を実行することです。これ以上に関税は買えないですが、でもとにかくたくさんのアメリカの農産物を購入するように習近平にお願いをしました。習近平はお互いもう一度貿易の商談をしましょうと、新しい関税をかけてこないことを感謝すると言いました。お互いの貿易の商談チームが先に農産物での商談を行うことと一致しました。トランプさんは喜んでいました。習近平にあなたは300年以来一番な中国の指導者ですと言いました。数分後修正しました。あなたは歴史上一番偉いな指導者ですと言いました。ボルトンさんはですね、自分がホワイトハウスから離れて貿易の商談は確かに進めていましたが、でも自分との目標は違うと言いました。以上は2つの場所でトランプさんと習近平との会話です。ボルトンさんは言いました。トランプさんは習近平との会話で貿易商談でのことは適当です。それと自分の政治的な利益と国家的な利益が混乱していると言いました。トランプさんは貿易のことだけではなく国家安全においても個人的な利益と国家的な利益と混乱しています。私はホワイトハウスでトランプさんは何をどんな政策を作っても全て自分の選挙のためだと思います。これはトランプさんに対して控訴のような発言です。トランプさんはファーウェイ、ZTE での対応を例にしますと、ロースさんなどの人はですね、何回もファーウェイと ZTE を制裁にしましょうと提案しました。でもトランプさんは、これは政治的な、政策的な問題ではなくて、習近平、個人的な姿勢を表すチャンスですと言います。つまり、習近平から何か利益をもらえるんではないかと期待しているはずです。2018年、トランプさんはロースさんの ZTE に対しての制裁を中止にしました。2019年にトランプさんは言いました。もしファーウェイは貿易の協定で何か自分に有利ならファーウェイを提訴しない。そしてファーウェイを制裁もしないです。
もちろんですが、これはすべてトランプさんが自分のためです。2020年の第2回の大統領選挙に勝って大統領になるためです。ボルトンさんはトランプさんのこのような言っていることはですね、受け入れることはできないですと。大統領として失格です。民衆との弾劾は、ウクライナのことを急いで終わらせるのではなくて、人間を時間をかけてもっと調査して、トランプさんの外交の結果、弾劾の結果は変わるはずですと。2019年、香港でデモが起きました。トランプさんは最初から聞いたのは6月12日です。150万人の香港の方はデモに参加しましたと。すごいことですとトランプさんが言いました。が、でもすぐに、自分と関係ない。関わりたくない。と。我々でも人権的な問題があると。香港は無視しようと。北京とビジネスをしている最中ですと言いました。そしてトランプさんはホワイトハウスとしての声明をするのは拒否しました。15年前のことですし知らないとトランプさんが言いました。今ビジネスが大事です。取引したいです。それだけですとトランプさんが言いました。これがトランプさんの態度です。ウイグルでのことですが、北京はウイグルの人ですね、鎮圧をやっている最中です。2018年、ホワイトハウス、クリスマスの晩餐でトランプさんに聞かれました。どうして中国がウイグルの人がですね、鎮圧をアメリカが参入しないといけないのと。ウイグルの人はですね、中国の西に住んでいるウイグル人でイスラム教徒です。2019年、大阪で G20 開幕の晩餐で通訳さんしかいない状態で習近平はトランプさんに説明をしました。どうしてウイグルで収容施設を作るのかトランプさんに説明をしました。その後通訳さんは習近平に言いました。収容所を続けて作ってくださいと言いました。トランプさんは、これはですね正しいことだと認識をしました。2017年、トランプさんは北京を訪問した時ですね、同じようなことを発言しました。でも今日、トランプさんは、今日ですね、ウイグル人権法案にサインをしました。台湾についてですが、トランプさんは台湾の話をすると分かっていないです。彼はウォール街の投資家の話を信じています。トランプさんは、とんがっているものを指して、これは台湾です。丸い机を指して、これは中国大陸です。アメリカは自分の同盟、あるいは友達に対して、このような態度です、と。このような感じです。台湾の議題は、ここが台湾、ここが中国だと言います。ただ、それだけです。以上ですが、これがワシントンポストが報道しています。中国に関係する内容を公開しました。ニューヨークタイムズも記載されていますが、でも中国だけではないんですね。ボルトンさんがトランプさんに対して常識から外されているものに対してびっくりをしていますと。例えばトランプさんがイギリスが核兵器を持っていることが知らないんです。それとフィンランドはロシアの一部かと聞きます。まだあります。ボルトンさんはアメリカは本当に北太平洋条約から離れるところでしたと。トランプさんはの幕僚ですね、彼をバカにして笑っています。2018年トランプさんはキム・ジョンウンと会談した時ですね、ポンペオさんは紙にメモを書いてボルトンさんに渡しました。書いたのは彼は嘘ばっかりだと書いてありました。その後、ポンペオさんはトランプさんの外交政策に対して良くないと思っていると。北朝鮮との談話にしてですね、成功する可能性はゼロですと。ボルトンさんは言いました。トランプさんの考え方は点と点でつないで軍とのような感じです。周りの人に区別、分別させて政策を作ると。
でもこれはいい時もありますが、良くない時もあります。大体ですがこのような感じです。まだ本が出て興味ある方は見ていただければと思います。彼はトランプさんにクビされました。でも書いた内容は事実だと思います。今の状態から見て内容は信じます。トランプさんはやっていること、特徴としては銀のスプーンを口にしながら生まれた大富豪の家庭に生まれた息子の特徴です。実に私の周りにいます以前のボスと今ボスの息子も同じですが、理論はいらないんです。必要なのは自分が欲しいものです。なぜならこのような環境で大きくなりましたからです。理論はいらないで、このものが欲しいです、必要です、と理由がいらないんです。欲しいものはすぐに手に入れますので、彼は考え方としてはこれがいる、あれがいる、これが点と点がつながって群島になりました。必要とする理由もいらないですし、他人に説明する必要もないんです。要求をして満足させてくれます。なぜなら家がお金持ちだからです。大富豪の家に生まれて大富豪になります。みんなこのような考え方です。トランプさんはこのようなやり方ですと周りの幕僚がですね、大変です。なぜなら今のこの話題で話をしていて、一瞬1秒後話題が変わります。関係のない話題に変わります。ついていくのに疲れます。トランプさんの下にいる国務長官はポンペオさんの前にいるシェル、石油ガスの CEO でした。大手企業の CEO でも最後は辞任しました。やっていけないんです。このような方はですね、周りにいるみんなは自分の要求を聞いてくれるだけでいいんです。トランプさんは数字をよく間違います。つまり全面的な状況を把握していないんです。すべて点と点です。トランプさんは中国の議題でやっていることは実に想像できました。どうして香港を救助しなかったのと当時は言いましたが、貿易協定です、触れたくないんです。台湾も同じでした、触れないんです。この本があってホワイトハウスで何があったかは想像できます。彼はどんな人かは理解できました。以前から言いましたが、トランプさんの判断が間違えましたと、アメリカの判断がまた間違えましたと、トランプさんは戦略のない人です。周りの人がいくら優秀でもダメなんです。点と点が大事です。この点は自分に有利なら OK です。この点は有利なら OK、 この点はどうでもいいならいらないということです。すべての動力は自分の選挙です、とこの本に書いてあります。実に悲しいですね。アメリカも変わってきましたね、と昔リンカーン大統領の時代ではないですね。南北戦争は実に感動的な歴史的な物語です。また後日にします。今日から北京から、出る時ですね、必ず核酸素幅試験を受けることです。そして北京はすべて住宅団地が警戒警備状態です。北京の田舎にある、隔離施設は作っていますが、以前の SARS 用の、施設も使えますので使うようになりました。大規模な蔓延となりました。数日前、今回の政府はですね、反応は早いですのでひどくなるのはどうかと思いましたが、実は騙されました。いつもですが、中国に騙されました。外国に騙されたことがないんです。まずこの卸売場は、とても大きな市場ですね。2000万人人口の 80% の食材を提供できる卸売場です。一番な市場ですね。いろんな市場がここの売り場、卸売場から仕入れて、スーパーや町中にある市場に運送して販売するということです。大手チェーン料理屋さんのお店も行きます。中国の専門家は6月11日に感染者が出ましたと、12日、13日に急いで対応しました。14日に
閉鎖となりましたが、もしこの間に感染された方がいるなら、明日、明後日で症状が出るでしょうと。もし明日、明後日増えないと、この規模で終了となりますと。実は違います。まだ嘘を言っています。一つ、卸売り場、市場ですね。この市場っていうのは、自分は動かないんです。そこに行って商売をするということです。歩き回る営業ではないんです。自分はここに行って、毎日この市場に出入りする人はですね、1.5 万人から2万人ぐらいです。この人たちはですね、小さい規模な町の中にある市場です。スーパー、料理屋などです。もしスーパーだとすると、物を取りに行きます。仕入れに行きますね。接触します。感染します。スーパーに戻ります。そしてスーパーに買い物に来るお客さん。最後はお客さんは自分の家に帰ります。ものすごいチェーンです。長い人がいっぱいです。一つ、北京は今の病気の症状を、現れてくるのを待っている状態です。現在、病気がある感染者は、この市場に関係すると言いますが、でも、この市場に関係ない人はいないですかと。3、時間の問題です。政府は6月11日、感染者が出ましたと放送しました。これが事実ならですね、最低感染した日は6月3日です。1週間の潜伏期間だとします。感染源はなしとします。6月3日から6月13日ですが、13日がこの市場が閉鎖となりましたが、でもこの10日間はずっと毎日営業をしていました。毎日2万人ぐらい来ました。6月14日に症状が出て中心にいたのは市場の従業員ですね。この従業員は実は6月4日に感染されたということです。6月4日もっと以前前にすると5月28日です。つまり中国人民代表大会が終わった日です。この日から実はもう感染されていました。ので、北京はもうダメです。保守的に言いますと、5月28日からです。感染者がもうたくさんいましたと言えます。ので、北京は今、全市民拡散増幅試験を受けるのは条件がないんです。ので、北京から離れる人からやっていきますと。まず、北京は今の状態は報道されるよりもひどいです。病気のワクチンがないと菌は消えていないんです。ずっと周りに浮いています。ワクチンがあって遮断します。そうすると良くなります。ワクチンがないと感染者が出てくると想像できます。でも症状が出る人、出ない人がいます。ので、北京は病気の発症地は市場から、だと、閉鎖、検査するのはいいんですが、実は市場が感染源ではないと、可能性があります。拡散増幅試験ですが、一部の方だけでは意味がないんですね。全市民でないとダメです。5月28日から6月14日閉鎖します。13日までですが、約2週間ですが、もう蔓延していろんなところに行っています。でもどうして病気の報告はないでしょうか？わかりません。理論上ではもう発病しているはずなんですね。ので、北京ではもうかなり拡散していると言えます。もう隔離はできないんです。もう一度全体的に隔離すると、病気で死ぬか、餓死するかです。一番の問題はゼロになるっていう運動ですね。感染者がゼロっていうことですね。この行動自体がダメなんです。ワクチンがない状態でゼロになるっていうのは不可能です。でも中国は自分が勝利しました。ゼロですと言いますが、これはダメです。実は政府はしていると思います。菌はいつも周りにいています。ただ大規模な感染になっていないんです。継続的に少しずつ蔓延していきます。どうせ報道しないんです。そして条件が揃って大規模な感染者がいっぱい出てきます。ので、私は以前言いましたが、ワクチンが出てくる前に、継続的に小さいな、規模な、少しずつ感染者が出てくるのは仕方ないんです。普通です。正常な世界、社会です。
避けることができないんです。人間の社会が動きますので、自分が動く、他の人間も動きます。自己防衛は努力して、でも効果があるかどうかは分かりません。正常な社会は大規模な感染者が出ないようにします。そして継続的に検査をします。感染されている方はですね、探し出して隔離して治療をします。北京が今回の例です。もし継続的に検査がないと大規模な感染が起きるっていうのは時間の問題です。ワクチンが出てくる前に勝利と言ってはいけないんです。社会的な制度はダメです。社会主義な制度でもっとダメです。今まで言ってきました。社会主義な制度があって病気に勝利しましたと。一番怖いのは嘘をつくことです。隠蔽することです。事前に何があったか周りに真実を教える、知らせる。そしてみんな自分のことを防衛する、構える。そうすると防止は拡大する、蔓延する、その防止は可能ですが、今になるともう無理です。日本は外国から入国されるときですね、核酸素幅試験をしますので、それでも気をつけてほしいです。ありがとうございました。